運搬船が来たので搬入する物品のチェックです。北の桟橋へ定期的に食料と日用品を運んでくるんです。そういえばドクターにお渡しする薬品類も届いてるはずですが。これでようやく仕事ができますね。すいません、この2が最後なんでサインお願いします。サインお願いします。そうっすよ。ドクターの使う薬品ですからよろしいのではないでしょうか。どうもすいませんでした。は私が部屋に運んでおきます。いえ、どうぞお気遣いなく。腹減ったぜ。くそ、何してやがる。使えねえガキだ。カーブではどうかお静かに。ただの物置でございます。
めるよね。
少しその辺をブラブラしてな。あんたが仕事しやすいようにしてんのさ。医療器具や薬品を搬入してるんだ。文句ある？まだしばらくかかるからあっちに行ってな。まあ手伝うってんなら言ってくれ。何か？足音が聞こえましたので。特にご用はないようですね。失礼いたします。こちらはご遠慮ください。こちらはご遠慮ください。自分はトイレに行きません。どうだね、ドクター。この屋敷には慣れたかね。他に何か。そんなものは気にせんでよい。使用人など、顎で使ってやればいい。ドクターはこの私の命を預かるお方ではないか。私の方こそ聞きたいぞ。ドクターはどうしてそれほど自分を下に置きたがる？意味だと？さてさて、奇妙なことを言い出すわね。では聞こう。君は階級についてどう思う？その通り。それは主従関係だ。
君はそれだけしか思わんのかね。やめやめ、無粋なことだ。日本人は金しか信用できんとね。1本100万リラだもんね。
あるよ。気にしない気にしない。いいからどんどん飲もう。それでさ、聞いてよドクター言うよね。考えとくね。大人の女はそう簡単にうんとは言わないの。夜のお散歩、私、お月様が見たくなっちゃった。